前回はスケッチファイルを XD で開く方法について説明しました。今回は XD からアフターエフェクツへの書き出しについて見ていきましょう。アフターエフェクツでアニメーションさせたいレイヤーやアートボードを選択し、メニューのファイル、書き出し、アフターエフェクツを選択します。この機能はアフターエフェクツ CC2018 以降でサポートされています。メニュー項目が無効の場合はアフターエフェクツを最新版に更新してください。書き出し後にアフターエフェクツのタイムラインを確認するとレイヤー構造が維持され、テキストやシェイプ、画像が配置されていることがわかります。また段落スペースやテキスト範囲のスタイルなどアフターエフェクツへの移行がサポートされていない機能もあります。アフターエフェクツに書き出した際には外観が損なわれていないか注意してください。 XD からアフターエフェクツへの書き出しについて説明しました。このように XD では様々な形式のファイルやアプリケーションからデザイン素材を読み込んだり書き出すことができます。